今日はとりあえず何やる感じ、今日はね、ブレーキパッドと、ブレーキフルードの交換。去年の11月ぐらい。ブレーキパッドがそのぐらいだね。フルードはもう1年以上変えてないよ。で、林道行く前にタイヤ変えて、そう、ブレーキパッド変えて、うん、そう、だからこう外しちゃうよ。それで、まあ、どれぐらい減ってるのか、バッと見、うん、もう減った感あるから、交換というか、うん、まあ確認しつつ、はい、で、ここは2箇所が六角じゃん、うん、もうここも前やったもんね。だいぶ仕上がったよね。でさ、点検全部変えてからはどうなの？調子いい。めちゃくちゃ調子いいよ。変わらず、うん、いいね。うん、もったいなしだね。塗装したところも、うん、見る限りは全く全然いいでしょ。綺麗でしょ、まだ。まだ綺麗な感じ。まあ綺麗じゃないと困るけどね。ああ、全然まだまだ使えるよ。どれどれ見せて。パッドは。一回外すから、うん。ほら、全然減ってないよ、まだ。ちょっとだんね、ほらここがさ、だんだんになってるからすごいガッタガタじゃん。結局はね、うん、新品はまだ買えないでおく。ほらまだまだ全然いけるよ。上が古い方、横から見た方がいいよ。どう変わんないでしょ。全然減ってないよね。前の方がもっとすごい減ってたよね。そう前買えた時は、うん、ということで今回は買えない買えない買えないで綺麗にして終わる、うんうん、でブレーキフルードだけ、このピストンが押されて、パッドが押されてディスクに当たって止まるじゃん、うんうん、でこれがピストンなんだけどさ、ギューッと押すとほら飛び出してくるでしょ、うんうん、これがほらモニョモニョってちょっと出てきたでしょ。ほらこのぐらいまで出しといて、ちょっとここをきれいにしたいんだよね。この間もやったんだよな、うん、きれいになったんじゃないよな、うん、まあ、数少ないこのチャンネルを見てる方はさ、40代後半から、まあ、50代の方が一番多く、うんうん、ありがたいね、ありがとうございます。同年代じゃん、ダンピシャが、うんうん、ネタはねえのか、同じような青春時代ときめいたバイクとか多分一緒じゃん。そうだね、それ感覚的に、え、だって自分が若い頃ちょっと前はこんな値段だったのに今こんな金額になっちゃったのっていうのが多いわけ、うん、どういうパターンの人が多いんだろうね。俺なんかはさ、うん、安っ変えてたものを今更その何百万はちょっとなって思うか、乗れなかったじゃん、うん、欲しいけど乗れない人たちもいっぱいいたじゃん、うん、今だったら買える、 買える、そこでやっぱ買うのか、うん、どっちかだよね、うん、ずっとでも乗ってきてる人は多いんじゃない、うん、そうだろうね。でもほらリターンライダーとか言うじゃん、やっぱもう一回バイクも乗ろうっていう人もいるのかもよ。でもそういう人はね、もう二度と降りないっていう説があるよ。死ぬまでも乗ると。リターンライダーの人は多いって聞くけどね。神田さんは一度も降りなかった。降りた。いつ？車の免許取って。それは降りたって言うの？うん、降りた。車になったってだけじゃないの？いやいや降りた、やっぱ降りたよ。何年ぐらい？間違えちゃったね。1年半。でも降りたと思ってるから1年半降りた、降りた、車に熱中したからね。でも20歳ぐらいになってやっぱ乗りたくなっちゃうんだよね。あ、この免許って18、18歳。そう、18で乗ったじゃん。車の免許取って一番最初は何乗ったの？車、最初は家の車だったと思う。あ、自分で初めて買ったのはコスモだったかな。コスモ、うん、ロータリーエンジンだよ。いい車だったけど燃費が悪くてさ、うん、厳しかった。厳しい、本当厳しかったもん。え、じゃあすぐ売っちゃった。いや乗ったよ、頑張って。あ、間違えた。都内で逆につけちゃった。その学生時代とか、まあ、免許取り立て、うん、16歳、17歳、18歳とか、うん、まあ、一番いい時じゃん。うん、学生時代、うん。何が流行ってた？車とかバイクとか、うん、それ以外の音楽とかテレビとか。うん、音楽もさ、人それぞれだから、俺はほら、もうロック大好きだったじゃん。小学校の時だっけ、一番最初になんか外誰の、うん、キス、あ、キスのコンサート行ったよ、70何年の小学校、高学年ぐらい。いとこのお姉さんとね、一緒に、そう連れてかれたの、分かんなかった。でも今思えばさ、あのコンサートに行けたのはお宝だよ。うん、衝撃だったやっぱり。うん、衝撃だったね。そっからだよね。でもディープアップル聞いたりさ、レッドゼッペリン聞いたりさ、ビートルズ、そもそもだってジョン・レノン生きてたもん。すごいでしょ、うん、え、そのレッドゼッペリンもやってたぜ。そっからギターをやろうと思った、うん、その前からやってた、うん、ちょびっとね。じゃあその前にやりたいと思ったのはなんで？いや、うまい子がいたのよ。同級生？そう、モテるんだろうなと思ってさ。かっこよかったしね、うん、
ディープパープルのさハイウェイスターのイントロを聞いた時にさこれだと思ったんだよね。本当に雷に打たれた。あれでさ音楽始めたじゃん。エレキギターハードロックじゃと。それで本気になった。本気になったね。こたつ入りながらコピーしたわね。それでほらレッドゼッペリンとかさビートルズとかさちゃんと聴くようになったんだよ。レコード屋の兄ちゃんに仲良くしてもらったよ。そう、それで教わっただよ。これがいいよとかさ。昔あったよねレコード屋さんってさ。ジャケ買いとか言ってさ、やってたよね。もうジャケットで買っちゃうじゃん、うん、これ何も知らないでやるから、うん、ギターお年玉でさ買ったじゃん、うん、しかも楽器屋じゃなくて伊豆洋華堂で買ったじゃん。なんか楽器店入ってた気がする。伊豆洋華堂そうあったでしょ、うん、いや今の伊豆洋華堂知らないよ。なんだっけ新生堂とかそういうのあったじゃん、うん、そこでヤマハのアコースティックギター買ったじゃん、うん、笛みたいのがついてるんだけど、要はさキーが A とか E とか、うん、それを吹いて5弦だったら A でピンボーンってチューニングするんだけど、うん、それも分かんない状態で買ってるから、うん、その A って書いててこれなんだろうと思ってそしたらさその頃明星とか本があったの平凡とか、うんうん、それにさこう楽譜みたいなのがついてるの歌謡曲の、うんうん、そこにも A って書いてあるわけ、うんうん、あこれと一緒だと思って、うん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 、そうするとそのギターのフォームとかが書いてあるじゃん、うんうん、そのフォームをジャラジャランって弾くじゃん、うん、プーって吹いて単音じゃん、うん、これどうやったら全部それに合わせるのかと思って。なるほど、そうめちゃくちゃなことやってたから。あそれでこれさワンウェイバルブって言ってさこうオイルが、はい、ビューってきてここを通り過ぎると戻らない、うんうん、今回はこのこれで抜いちゃおうかなと。汚いねもう底が見えないね。緩めてこうやってちょびっとね、うん、それでここからピューって吸いたいわけ。あんま吸ってくんないね。もっと俺いい調子で吸ってくれるのかと思ったよ。なんか地味だな本当に、うん、地味といえば地味ヘンドリックス。地味大西違うよそいつ。地味クリフ。地味クリフ。あとはえこの間のジミページ。ジミページ、うん、でもやってることが地味だからさ、うん、悪かったよ。ちょっと待ってもう抜けねえな。危ない危ない抜けてるけど見てオイルが減った。どう？レーキフルード。ここが絡んだんだようにしないといけないね。風が気持ちいい。うん、ああこぼしてもうたね。で握ってギュイーンと。で閉めて。あ、焦ったじゃん。40代とか50代とか、うん、60代の方が多く。うん見てくれてるってことは、うん、夢中になったアーティストも、うん、なんか被る人がもしかしたらいるかもしれないじゃん。ああゼッペリン、うん、エアロー、うん、ディープアップル、キス、あとはクイーン。その頃の？もっといっぱいあるよ。ブラックサボスとかさ、うんうん、ユーライアヒープとかさ。見たライブ？何を？昔の人たち？誰見た？エアロー。ゼッペリンは見れない。見てない。うん、パープル見た？見てない。レインボー。レインボー。見たリッチーブラックモアのね。言われないと思い出せないね。ヘビーメタルバンドもいっぱい見たよ。あでもほらジェームスブラウンとあったじゃん。ジェームスブラウンあった、うん、合わせてもらいましたよ。あ写真撮った。撮らせてもらいました。あれフッサじゃなくて？フッサじゃない。フッサはね基地の中であれあのコンサートを当時見れてさ、うん、知り合いがいたからね、うん、ジョン・ジェットあれは良かったね。ライブ見た、まあ、見た、うん、あと GG トップを横浜で20代かな GG トップが来日した時ね、うん、あれもさすごかったね。で終わり。見てでもすごい綺麗になったよ。さっき真っ黒だったでしょ。ほら透けたでしょね、うん、向こう側がよくわかんない。底が見えるようになったよ。あ確かに綺麗になったでしょ。真っ黒だったけど、うん、いや見れなかったけど今まで生で、うん、この人は見たかったなみたいなので いっぱいあるじゃん。地味編でしょ。ドアーズだろ。あれプリンスは見たんだっけ。プリンス見た。U2 も見たな。U2 も見て。いやそれ言ったらいくらでもいるでしょ。あれデイビッドボーイは見た。デイビッドボーイ見てない俺。あ見たい人って言ったらさいっぱいいるでしょ。たくさんいるよね。うんそれこそだってビートルズ見たいでしょ。ビートルズね。コピーバンド見たらすげえクオリティの人いるじゃん。感動したじゃんあれ。あの人なんだっけ。めっちゃうまいな。じゃあこれで写してもらって終わろう。綺麗になったよ。いいと思う。もうちょいやりたいけどいいか。最近知った日本の、うん、あの人いたじゃん在日ファンク。あ、かっこいい。そばせいさん。そばせいさんね、かっこいいね。ジェームス・ブラウンかと思った。ね、一
ちらはさ、落語ザムービーの和製さんとかさ、イメージなかったじゃん。うん、すげえ地味ネタだね。やっぱ1年ぐらい経つとフルードは汚れるな、うん、やっぱりな。今日はさ、大したことやってないんだけど、うん、まあ、ブレーキフルード交換とパッド確認になっちゃったね、うんうん、まだ大丈夫そうだったね。大丈夫、全然平気、はい、うん、以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。